皆様明けましておめでとうございます。2020年の1月3日金曜日、まだ三が日なんですけれどもね。おはようございます、ミスジャガーです。令和2年になりましたね。1月3日金曜日7時50分。この先合流があります、注意してください。ドライブの予習の動画、今年も続けてまいりますので皆様よろしくお願いいたします。この今からスタートのこの仕事が、私の本年初仕事となります。ちょっとどこに行くのという話なんですが、中国道の方に出ます。中国道の方に行くのに、今現在出発地尼崎なんですが、尼崎から中国道行くのになんでそっち向いてるんやいう話なんですけど、ちょっと変わったルートでね、お伝えしようかと思います。まだ三が日とはいえ金曜日、平日というか三が日は祝日扱いなんかな、どうやろうね。朝の7時51分ということで、ちらほらトラックもいることやし、仕事してる車もあるのかな、交通量が全く読めないなみたいな感じですけれども、例年で行きますと平和やと思うんですけどね、多分ね。あとは検問とかね、あんなんがどれくらいなされておるかとかね、そういうところでちょっと走りにくいなとかなるかなみたいな。本日の車両は、日産ディーゼル UD の、トレーラーになってます。正月早々ね、まだ私自身のエンジンがかかってないので、トレーラーじゃなくてちっちゃいやつ乗せてくれて、ゆっくり仕事やりたいなぐらいの感じだったんですけど、今日は忙しくはないと思うんですけどね。和歌山東高校剣道部やってる背番号1、三が日からやってんの？すごいな。三が日からやってるんではなくて、バスが盗まれたとかそんなんか。そろそろ言わないかね。阪神高速、阪神高速の5号湾岸線。西向きで走ってます。神戸方面行き、制限速度は80キロです。尼崎末広の、インターをご紹介するのを忘れてました、ごめんなさい。頭もね起きてないですわ。
見えてね、外寒いんですよ。10度ないね。まあ、正確な気温わからないけど、多分7度とか8度とかそれぐらいだと思います。オープンカーで気合入ってるね。西宮浜で降りてどこに走りに行くんやろ。走りに行かへんのかな。およそ1キロ先料金所です。まあいいか。詳しくはないんですけどね、ああいう車好きな方なんで、見るとちょっと嬉しくなりますけどね。まもなく料金所です。本日の撮影はまず等速です。倍速とかしてません。そして拡大とかも今日はちょっとやめてます。天気も薄曇りというか、まだお日さん上がって、まあ薄曇りかな、まあ、これぐらいの天気やったらあんまり映り込まないのかなっていう感じもします。あ、西宮浜のあれをお伝えしてなかったね。もう何でもかんでもテロップで出さないかんね。こうなると言い忘れてました。西宮浜の出口、さっきのオープンカーのロータスかなんかのあれが降りていったところが西宮浜出口で、今左手に見えておったのが南芦屋浜パーキングエリア、新たに去年か一昨年か新たにできたパーキングエリアです。南芦屋浜パーキングエリアね。ここにカメラがございまして、この先合流があります。ここはね、南芦屋浜入り口です。から合流になります。南芦屋浜入口、まもなく左方向高速道路出口です。阪神高速5号湾岸線西行き神戸方面行き、深江浜出口です。深江浜インター出口です。7時58分までのルートですね。ご紹介するルートまだ確認取っておりません。通れるか通れないのか、六甲有料道路というのが通るんですが、あそこ門が閉鎖されてたりすると引き返さないといけないみたいな、そんなことになってしまいます。新しいルートだらけやなお前。この橋を渡り切って1キロほどですね。ここから1キロぐらいです。頂上から1キロぐらい、右方向に出口ございます。魚崎浜出口と住吉浜出口が右方向、ほとんどの車はそちら行きます。真ん中車線と 一番左側車線のこの2車線に関しては、最終六甲アイランド北やったかな、六甲アイランド北出口で終点になります。午後湾岸線で、まもなく右方向終点の一つ手前なんですが、こちらの方も、まあ、住吉浜出口終点ということが言えるかなと思います。まだ三が日ということで全然渋滞ございませんが、平日の朝の8時って言ったらもうすごい渋滞しますからね。はい、左手が六甲アイランドの北の終点に向かう分、そっ
そしてここ、魚崎浜出口左手に出てくるんです。およそ700メートル先、大きく左です。3号神戸線に乗り継ぎされる方は、現金の方は右手走って新しいルートでご案内します。乗り継ぎ券発行所お通りください。料金は710円です。こちらももう阪神高速5号湾岸線のツートップといいますか、こっちの方がメインやと思うんですけどね、6号よりは。終点の住吉浜出口です。住吉浜出口を出ますと、すぐに合流がありまして、この合流する本線の道路、これまっすぐ行きますと、神戸ハーバーウェイやったかな、ETC 効かない、今でも2020年現在でも ETC 使えないと思いますが、現金で通る有料道路になっております。この現金で通る有料道路は、ポートアイランド、神戸ポートアイランドと、京橋の方へ、あっちの方へ行く分ですね。あの辺まで行くのにちょっと一悶着というか渋滞が1回入るんで、ETC 利用できませんって今書いてましたね、看板にね。神戸ハーバーウェイは ETC ご利用になれませんのでご注意ください。現金ちゃんと用意してください。およそ700メートル先、斜め左方向です。このマヤフ島を抜けるぐらいまでのね、区間がまあまあ混むんですよ。その渋滞が嫌であれば、まあ100円か200円かちょっと分かりませんけれども、神戸ハーバーウェイご利用になるとまあまあ空いてるのかなと。 ETC 使えませんけどね。およそ300メートル先、斜め左方向です。日常的に使われる方は回数券使われると思うんですけれども、はい、ここが分岐になってまして、ここがちょっと読み方がわからないですけど、高羽出口です。およそ300メートル先、右方向です。高羽出口、左車線がメインですね。高羽口を出てこの信号、左車線がメインで、左車線をまっすぐ行きますとマヤフ島に出ます。マヤフ島を経由して、3号神戸線、そちらの方に乗り継ぐことができます。5号の湾岸線は今の住吉浜であるとか六甲アイランド北で終点となってますので、それより先も須磨とかね、明石とかあっちの方、まだ姫路の方とかあっちの方まで行きたいなっていう時に、ここから高速じゃなくて国道走られてもいいんですが、まだ高速道路あるんでね、3号神戸線っていうのがね、そちらの方に乗り継げるんですよ。新たに新規でお金払わなくてもね、まあ、走った分の距離料金も払わないといけないんですが、その乗り継ぎができるのが住吉浜の出口出られて、ずっとまっすぐ左車線まっすぐずっと行って、途中大きい交差点1回右曲がりますけども、曲がったところに左手に、阪神高速3号神戸線の前入り口がありますので、まあ、左手は西向きで、右手に曲がると東向きに両方向乗れます。で高羽出口、本線は右車線にみんな出るんやでっていう話やったんですが、これは私今から右曲がります。右曲がると どうなるかというと、国道43号線に出ます。国道43号線、さらに1キロあるかな、まあ北側に登っていきますと国道2号線もございます。この阪神エリアの海沿い、国道2号線と43号線、この2本が東西に走るメインの国道になっております。この信号いけるかな、はい、目の前見えてます。上に走ってるのが3号神戸線、下が国道43号線です。光明という交差点ですね、国道43号線。
渡りました。新しいルートでご案内します。1キロもないね。1キロもなかった。はい、43号線から500メーターほどしか上がらないんですけれども、国道2号線まもなく国道2号線です。2020年1月3日金曜日、8時7分、県道番号がね95番かな。兵庫県の県道95号、これまっすぐ六甲山の方山登っていきます。辺りから山の麓、山の裾というかね、麓に入ってきますので、上り坂かなりきつくなってまいります。止まるぐらいあれです、パワーないんですよ。パワーないし、ギアを切り替えても、ね、すぐに入ってくれないんですよね。すごくタイムラグがありまして、
まあ、あの乗用車とか、ね、あの大型トラックともまた違って、トレーラーのギアって大きいもんですから、ゆっくりしかあの切り替わってくれないっていうね。でこの車一応81万8927キロです今現在。まあまあ今中堅をちょっと過ぎて、もう100万キロぐらいで終わりだよっていうことではなくて、多分120〜130万キロまで乗ると思うんで、今ちょっと半ばを過ぎたかなぐらいの感じですけどね。全然パワーない車やったら、この六甲ルート満タン積んでますんで、今六甲のルート走らないんですけれども、この車ボロい中ではマシなんで、ちょっと六甲で行ってみます。マシかどうかはね、この辺り40キロ今一応出てるんで、マシなんですよ。マシじゃないやつはもう20キロぐらいしか出ないですからね、本当にエンジン下手ってるやつは。でもダメなのこれ、4のローでももうまた40キロや言うてたけど30キロ切りましたわ。ギアの切り替えが後手に回って遅れるとこないなります。早め早めでギア入れて一回こう回転数下がってしまうともう上がってこないですよね。ずっとアクセルベタ踏みなんですけどね、こうちょっとでも角度が滑らかになったらやっと復活してくるみたいな。今40キロ、45キロぐらい2000回転超えました。この車は古いんで2300ぐらいまで回せますけれども、最近のトレーラーは2000回転くらいでレッドゾーンですね。今2150くらいかな。およそ700m 先、斜め左方向で。ここでちょっと一つのポイントとしまして、このカーブを曲がってすぐに信号があるんですよ。そこで止まりたくないねっていう。ああ止まってるわ。後ろを確認し、ちょっと右車線に行っておきます。一つ分岐がございます。早く行ってくれ。完全に止めてしまうとね、全然もう坂登らないんで。ああギアが切り替わりでこれで落ちた。そう止まりそうや。もうポンコツがーくそー。900回転ぐらい今登らない。ごめん、ダメだわ。信号止めんように言ったけど結局止まりそうになって今30キロぐらいですわ。一旦20キロまで落ちました。この左から抜いていってくれた車、一応後ろついておったんですけども、みるみる速度下がっていくので、抜いてくれてありがとうっていう感じですけど。あー偉い車で来たな。失敗やなこれ。まあ、満タン積んでる時にこんなとこ走ったらいかんのですけどね、坂登らないの分かってるんで。はい、六甲有料道路まもなく入り口です。左が、六甲山方面、じゃあケーブル方面か。右が、六甲山トンネルの方行くんです。六甲有料道路ここから入っていきます。8時14分、目覚ましテレビみたいやね、いちいち言ってたらね。登らんな。まあ、現在ギアは3速の、はい、高速ギア。およそ 700m 先、右方向です。まあまあきついカーブが続きます。よかったもん閉まってなくて、一応通れるのは通れるということで。回転ぐらいですけどね、今37〜38キロですね。全くスピード出ません。反射線があるので左に逃げます。後ろ3台くらい溜まってるな。これ全部抜いてくれへんかな。およそ 300m 先、右方向です。もう目の前に矢印見えてるんでね、もうそろそろ車線戻りたいんですけど、もう1台抜いてくれ。もう無理か。
れません。36キロくらいまで落ちました。2000回転で足つりそうや、もうベタ踏みすぎて、ね、はい、これ道なりはね、あの左に行くんで、はい、ギアはこのままです。変えてません。旋回転、旋回転37キロぐらいね。三が日なんで前から大型トラックとかバスがほとんど来ないということで、ちょっとマシなんじゃないでしょうか。前から大型来るとね、こんな膨らんでは走れないですよね。まあ、ギリギリ線ではいるけど超えてないんでね。これ前から大型が来ると前から来るやつが線踏んでることがあるので、もうちょっと縮こまった運転するんですけどね。登ってくれ。これを左に入って3台また行くな。早く抜いてくれないと、右車線から次曲がらんとね、左ヘアピンが曲がれないんですよね。わー、ゆっくりしか来ないな。このヘアピン、もうちょっと早く抜いてくれ。右車線から行きたいんや。早く、早く、早く抜いてくれ。およそ300メートル先、斜め右方向です。その先、有料道路。これ大外から行かんとね、ま、登れないんですわ。失速するとまた止まってしまうんでね、アクセル全開やのにブレーキとか踏まへんの。まもなく斜め右方向です。これ右手の方になります。ここから六甲山トンネル2855m、 制限速度50キロですね。8時18分です。六甲山トンネル入りました。 2855m なんで結構長い区間、こんな感じです。はマシなんかな。フロントガラスとかね、ミラーとか思いっきり曇ってしまって何にも見えなくなるんですけどね、普段。なので大概ワイパー使わないと走れないんですけれども、今日はちょっと寒すぎるからかな、もう曇るっていうこともないですね。真冬以外の時期はトンネルの中でワイパー使いっぱなしみたいな、なんかね、変な霧が出てんのか、なんか湿気が強いんか知らんけど、ものすごくミラーと窓が曇って全く見えなくなるんですよね。まあ、それがないっていうのはやっぱ気温が低いっていうことでしょうね。はい、今現在4速のハイギア入れました。1900回転。
所まで 800m とありましたね。8時20分になりました。山トンネル 2855m 出ました。出てすぐ料金所ございます。 ETC レーン通ります。料金は210円です。新しいルートでご案内します。新しいルートでご案内します。はい、制限速度40キロ。対向車線はね、ずっと上り坂なんで、あんまり、まあ、上りがしんどいっていうだけで、あんまり危ないことないんですけど、こっちですよね、問題は。こっちの下り坂、かなりきついんですよ。下りはきついわ、カーブきついわ、時期によっては凍結するわみたいな。まもなく斜め左方向です。そういう道路です。これ道路を見てもらって分かるかどうかちょっとあれなんですけど、多分ね、雪降っても水出えへんのちゃうかな。センターラインのところに穴開いてんの、これ水出るやつじゃなさそうな気がするんですけどね。秒が打ってた後かな、それとも水出してくれんのかな。あの雪積もったりしたら、あの除雪に来るか水出すかどっちかしてくれんと通れないんでね、あのスタッドレスぐらいでは走られへんような積もり方するところだったもん。そうなるとチェーン巻いても走れるかどうか、ゴムゴムっていうかね、車のトラクションによりけりで、チェーン巻いてんのに身動き取られへんわみたいな、しょっちゅう見かけますけどね。はい、間もなく阪神高速7号北神戸線からと東入り口入ります。300m先、斜め右方向です。ラブ妨害を受けてすぐにございます。左手このまままっすぐ行きますと六甲北有料道路で、右に私入ります。これが阪神高速7号北神戸線から戸東の入り口です。今現在8時23分になりました。斜め左方向です。その先料金所です。ご注意ください。あの今料金所の手前の 50m ぐらいのところにものすごいバウンドあったんで、あそこに減速線とそのままバーンと突っ込むと荷物むちゃくちゃになりますよ。お気をつけください。およそ1キロ先分岐を右方向です。はい、本線合流します。本線80キロか70キロですね。70キロの道路になっております。阪神高速7号北神戸線唐戸東入り口入ってすぐです。8時24分。この先ちょっとジャンクション名わからないんですが、左に取りますと三田方面六甲北有料道路入っていく方です。まっすぐ行きますと、あの中国道は西宮山口ジャンクションから接続しまして、西宮山口ジャンクションからは西方向、岡山方面には行けません。あの東方向に走りまして、あの一発目宝塚インターまで出口ございません。
国道山陽道新名神行きたい方はこの今のジャンクション左です。左であの六甲北有料道路を登っていくと、まあ、山陽道があって中国道があってという形ですね。まあ、そちらの方からは、東西どちらにも行けるんですが、こちらの、西宮山口ジャンクションは東にしか進めません。大阪京都方面にしか、合流できませんのでご注意ください。まあ、反対向き行きたいとするならば最後の手段としては、あの手前で降りて西宮山口東かなんかで降りて、中国道の西宮北インターまで一般道を走るというそういう手もあるんですけれども、そんなことするんやったらさっき の、 ジャンクションで左にとって六甲北有料道路を走られた方がいいかと思います。頭と両方起きてないもんですからちょっとおとなしい、動画になってますけれどね。口数もいつもより少なめです。口数少ない割に言わないかんこと言い逃すみたいな、そんな感じになってますね今日は。出だしから一応新年早々で六甲、まあ新年一発目の走りとしまして六甲有料道路をご紹介できたということで、まあ、有意義だったのではないかなと思います。はい、阪神高速7号北神戸線北行き中国道方面向き、出口まず西宮山口南かな、これ西宮山口南出口有馬温泉と書いてます。70km、現在時刻8時28分です。はい、入り口が見えてまいりました。西宮山口南かな、この入り口は。この先合流があります、注意してください。名前が見えんかったな。西宮山口南入り口です。はい、こちらから中国道まで2キロと出ました。次の出口まで1キロ、中国道まで2キロ、そしてここから60キロに制限速度落ちます。10キロ下がります。8時29分今年は暖かいんで凍ってる感じじゃないですね。霜降りてないですね。およそ1キロ先運金を右方向です。その先料金所です。まあ1月2月は凍結ご注意ください。8時30分になりました。動画の撮影時間41分か。中国道入ったらもう間もなくで、動画撮影終了させていただきますね。間もなく運金を右方向です。はい、西宮山口東出口、西宮山口東出口。
はい、阪神高速7号北神戸線西宮山口本線料金所、ここで終点となります。この先でも嫌でも中国道の東行きに入るしかございません。他に逃げ場ありません。8時31分、令和元年2020年1月3日金曜日8時31分、私の仕事始め一発目、こちらになってます。西宮山口ジャンクション、西宮山口ジャンクション合流、中国道東行きのみに合流になります。反対方向には西宮山口ジャンクションから行けないんでご注意ください。制限速度80キロになります。この先ね、強烈な下り坂が、長い下り坂がしばらく続きます。結構もう宝塚のトンネルのあたりまでずっとね、事故が多い名所になってますんで、運転はご注意ください。2キロほどで西宮ラジオのサービスエリアでございます。はい、中国道、上り線大阪方面行き、西宮山口ジャンクションと西宮ラジオサービスエリアの間ぐらいです。制限速度80キロ。5%、すごいきつい下り坂ですね。ちょっとギアも下げとかんと止まられへん。キロポストは26キロポスト。この26キロはおそらく吹田からやと思います。中国道の出発地点は中国吹田。